どの伝承に惹かれますかな。血をすする鉄。さながら死を運ぶ風だ。闇ガラス。クロードは鬼を黄泉の国へと送り返した。黄泉の国へと戻された。クロードに狙われたが最後、敵に逃れる術はない。クロードはついに退治した。地獄に落ちろ。敵の新手が姿を現した。
を貫いた。クロードの守りが少しずつ崩れていく。クロードに狙われたが最後、敵に逃れる術がない。マガマガしい鬼の体はもう二度と動かない。さらなる敵勢が姿を現した。クロードは次々と敵をなぎ倒す。クロードは
仲間が倒れる様を眺めることしかできない。 敵の炎兵がやってくると知って、クロードは腹を据えた。 クロードは果敢に抗った。守りを破られた。
体をつなぐ。目にも止まらん敵が陣を奪った。クロードは敵の魂を運び去った。鬼はこの世に別れを告げた。クロードの兵具が的を射抜く。クロードはついに鬼を退治した。
しばしの間、太刀がぶつかる鋭い音が止んだ。迫り来る敵の危険を離れた力でも感じることができた。最後、敵に逃れる術はない。
くれもせぬようだ。敵勢はまるで恐れを知らぬかのように突き進む。クロード、狙いを誤たなかった。さらなる敵勢が姿を現した。どこだ？闇ガラス！
目にも止まらぬ早技だ。闇ガラス。マガマガしい鬼の体はもう二度と動かない。恐るべき敵が現れた。鬼の真の像はゆっくりと動き始めた。クロードが再び勝利を収めた。クロードはいくつか間もなく戦いに備える。まがしい鬼の体はもう二度と動かない。
強固な守りが少しずつ崩れていく。彼方から静かに闇ならを緩めない。迫る戦いにただ備えるのみだ。クロードはふと気づいた。さらなる敵が向かってきている。ロードの兵具が的を射抜く。次々と倒れる。
ついに鬼を退治し、今ので最後。恐るべき敵がクロードに迫る。鬼でさえクロードにとっては敵でなかった。鬼の体はもう二度と動かない。クロードの敵勢切っての戦士でさえクロードの前に敗れ去った。敵の遠兵がやってくると知ってクロードは腹を据えた。
ついに鬼を退治した。敵を攻撃した。鬼を読みの国へと送り返した。クロードは敵を退けたが、これでしまいではない。クロードはいかなる戦いであろうと備えを怠らない。真の像は敵の数はたちまち減っていった。
クロード。地獄に落ちろ。灯火は静かに消えていった。災いが待ち受けていた。クロードは悟った。
クロード同士が手を組めばまさに鬼に金棒だ。助かった。敵は全て切り捨てた。クロードはまっすぐ歩みを進める。次の敵を撃つために。さあ、ゆるりと伝承に耳を傾けてくだされ。